突如部長に呼び出された俺。これがなんだかわかるかね、と何枚もの書類を見せられる。それは明らかに水増しされた請求書だった。客先から請求金額について問い合わせがあってな、ここの担当はお前だよな。この水増し分は懐に入れていたのか。そんなこと言われても、確かに俺が担当している顧客ではあるが、俺はこんな水増しされた請求書なんて知らない。もちろん必死に弁明した。しかし数日後、調査の結果、不正請求着服が確認されたので解雇すると告げられた。捏造とはいえ、証拠を揃えられてしまっているこの状況で、この解雇を撤回するような弁明をするのは難しい。俺は悔しくて涙が出そうだったが、解雇を受け入れるしか選択肢はなかった。邪魔者がやっと消えてくれる。お前にはもううんざりなんだよ、と笑いながら言う部長。はめられたという悔しさで震える足をなんとか抑え、頭を下げ、会社を出ていくため足を運ぶ。すると、待ちなさい。彼の解雇について詳しく聞かせてくれるかね。俺の名前は三浦翔太。ただのしがない独身サラリーマンだ。俺は地元にある企業。とはいえ、今では名前を聞けば知らない人がいないほど、全国に支店を構える企業の本社の営業部に所属している。何でもこの会社の創設者が地元を発展させたいということから、地方でありながらも立派な本社を建てたのだとか。俺は自分の地元にこんな大きな会社の本社があることを誇りに思うと同時に、高卒ながらに雇ってくれたことを感謝し、毎日懸命に働いている。その甲斐あって、入社して数年で営業成績も安定してよく、営業部の中では自分で言うのもなんだが、中堅どころというところまで来た。何もかもが順調で毎日が充実している。そんな日常が徐々に崩されていったのは、あの人が来てからだった。それは俺がこの仕事を始めて4年が経ったある日のこと。はじめまして、これまで東京支店で働いていた原田聡だ。これからはこの本社の営業部の部長を務めさせてもらう。営業成績を上げるためにも積極的に活動していけたらと思う。どうぞよろしく。どこか今時で威厳のある風格の原田部長は、そうやって俺たち営業部に挨拶した。何でも原田部長は東京支店で好成績を残し、本人も出世を望んでいたということもあり、その活躍と今後の期待も込められて、本社の営業部に栄転してきたらしい。実際話を聞いてみると、原田部長は高学歴でいわゆるエリート。やあ君、若そうに見えるけどいくつ？俺ですか？今25歳で今年26歳になるところですね。そうかそうか、まだまだ経験も浅いだろう。わからないことがあればいつでも私を頼りなさい。そう胸を張る原田部長。そこに俺の後輩が、原田部長、三浦さんは5年目で営業成績もいい先輩ですよ。俺たちの指導役でもありますし、とフォローを入れる。原田部長は怪訝そうに、しかし大学を卒業してからだと計算が合わなくないか、と首をかしげる。俺は、ああ、それは俺が21歳の時にこの会社に入ったからなんです、と説明する。すると原田部長は笑いながら、専門学校卒か？まあ今時って感じでいいんじゃないか、と明らかに見下し始めた。それでも一応これから付き合っていく人だし、後々嘘をつかれたと言われたくないから本当のことを話すことにした。いえ、そうではなく、実は最終学歴は高校なんです。21歳までいろいろありまして、と苦笑いした。すると原田部長は一瞬固まり、目をパチクリとさせたと思った途端、先ほどより大きな声で高笑いし、高卒？全く道理でマナーがなってないわけだ。これからは高学歴の俺が直々に指導してやるからな。感謝するといい。と肩をトントンと叩き、また高笑いした。俺はその場では、ありがとうございます、と苦笑いすることしかできなかった。それが俺と原田部長の初めての会話だった。原田部長がやってきて数日、俺たちの営業管理とともに、
自身も営業業務を行う原田部長は、自分の営業成績よりも良い俺のことが気に入らないのか、ことあるごとに難癖をつけるために呼びつけたり、休憩時間には、なんだその弁当、高卒はやっぱ外食にも行けない惨めなのか?とバカにしてきたりもした。東京支店と地方本社は勝手が違うから、俺の業績が原田部長より良くなるのは、それこそ地方での経験の差。なのに、原田部長が来る前はおとなしかった先輩社員たちも、原田部長の堂々すぎる態度に感化されたのか、追随する社員も現れた。こっちは大学でしっかり勉強してたんだよ。暇人のお前とは違ってな。と、営業成績が俺に負けてるからって、そんな嫌味を言ってくる先輩たちも増えた。やがて妬みや嫉妬のせいで仕事を無駄に押し付けられたり、一年目がやらなければならない作業までこちらに頼んできたりと、地味かつ陰湿的な嫌がらせまでするようになってきた。それでも俺は今の職場に感謝してこの会社に貢献していきたいという気持ちは変わらず、なるべく外回りを多くするなど工夫して嫌がらせに耐えていた。そんな風に毎日会社で辛い思いをしていた俺が耐えてこれたのは趣味のおかげでもある。俺の趣味は実は将棋という20代にしては珍しいものだった。幼い頃に祖父に連れて行ってもらった近所の将棋道場で、祖父たちが頭を悩ませながら将棋を指しているのを、大人っぽくてかっこいいと子供らしい理由で憧れ、休日は祖父の家に行って将棋を教えてもらうようになった。それは中学生の頃まで続いて、やがて祖父にも勝てるように、祖父もそんなに好きなら、ということで将棋道場に俺も登録し、いろんな人と指し始めるように、そこから将棋の世界にどっぷりとハマった。それはサラリーマンとなった今でも続いていて、仕事が休みの日には一日将棋道場にいることもある。将棋を夢中で指していると、会社での出来事を忘れ、ストレス発散することができていた。いつものように休日の朝から将棋道場で将棋を指すのを楽しんでいると、常連の中川和夫さんがやってきた。中川さんは俺のことを見つけると、おはよう、翔太くん。朝から早いね。早速だが、わしと一曲どうかね。と申し込んできた。おはようございます、中川さん。ぜひ喜んで。と返答する。中川さんは80歳近い高齢だったが、昔本気でプロ棋士を目指していたというだけあって、その実力は本物。俺は喜んで中川さんと対局した。中川さんとの縁は浅くない。もともと俺の祖父と仲が良かった縁で、幼い頃まだこの将棋道場に登録する前、祖父に連れられてきて部屋の隅に座り、大人たちが将棋を指しているのを夢中で見ていた頃から目をかけてくれた。実は将棋は祖父だけに教わっただけではなく、祖父の付き添いで遊びに来ていた時には中川さんが将棋を教えてくれたのだ。だからこそ中学になって祖父に勝てるようになり、俺が将棋に強くなったのはまさに中川さんの指導の賜物だと言っても過言ではなかった。そんな楽しく充実した休日は一瞬で過ぎ去り、また仕事の日々が始まる。ある日、いつものように会社で仕事をしていると原田部長に呼び出された。また何か難癖でもつけて嫌味でも言われるのかと気分は下がったが、上司である原田部長の言葉を無視するわけにもいかない。俺は重たい腰を上げて原田部長の席に行くと、これがなんだかわかるかね?と原田部長は何枚もの書類を見せてきた。これは…と俺が書類を見てみると、それは請求書で俺が顧客に送ったものだった。しかしそれをよく見てみると、明らかに数字がおかしいことに気がついた。正規の請求より水増しされた金額が書かれた請求書に、驚くとともに理由がわからず困惑する俺。何ですかこれ、単価が明らかに違う。俺がそうつぶやくと、原田部長はため息をつき、これは客先から請求金額について問い合わせがあってな、他のところと会食した時に、うちはもっと安いと言われて不審に思って俺のところに電話が来た。俺が早速担当者と会ってみると、明らかに水増しされた請求書が客先に届いていることが判明してたな。ここの客先の担当はお前だよな。この水増し分は懐に入れていたのか?と
俺を問い詰めてくる。そんなこと言われても、確かに俺が担当している顧客ではあるが、俺はこんな水増しされた請求書なんて知らない。そんなこと、俺はしていないです。それにこの請求書だって、俺が作ったものではありません。パソコンの履歴とか調べてもらえればわかるはずです。俺は必死に弁解したが、原田部長はため息をつくばかりで、俺の話は取り合おうとせず、聞いてくれなかった。俺が一通り弁明した後、ま、なんと言い訳を立てようが構わんが、これは会社の利益に関わる重大な事件だ。内部調査をするから、結果が出るまでお前はおとなしく自宅謹慎していろ、と告げられた。俺はそんなことはしていないとどれだけ反論しても、最終的に、じゃあ、この請求書は何だ？お前の目の前にある請求書こそ証拠だろ、と取り合ってもらえず、仕方なく俺は自宅謹慎することになった。家に帰って自宅謹慎していると、本当に自分のせいじゃないのに、やってないという証拠が見つからず、このままクビになってしまったらどうしよう、とか悪いことばかり考えてしまう。俺はせめて一旦このことは忘れよう、休みを与えられたと前向きに考えよう、と気分転換に将棋道場に行くことにした。平日の昼間ということもあり、将棋道場はいつもの休日と比べて閑散としていたが、そこに中川さんがいた。中川さんはこちらに気がつくと、こんな時間に珍しいね、と声をかけてくれた。いつも通り優しそうで、子供の頃からお世話になっている中川さんを見て、今日あった出来事が苦しくて我慢できず会社でのことを話してしまった。自分は絶対に不正はしていないと悔しがっている俺の話を、中川さんは静かに聞いてくれた。ひとしきり話を聞いてもらい、少し気が晴れた俺は、中川さん、せっかく将棋を指しに来ていたのに、俺の愚痴に付き合わせてしまってごめんなさい。やっぱりこんな気持ちじゃ将棋も指せないので、今日は帰ります、と告げると、中川さんは、また落ち着いたらでいいからいつでもおいで、と優しく送り出してくれた。自宅謹慎が始まって数日後、原田部長から出社するようにと連絡が来た。俺が会社に行くとすぐに会議室に通され、そこには重役たちが並んでいた。原田部長は、調査の結果、三浦翔太の不正請求、着服が確認されたので解雇する、と言った。重役たちも、営業成績が良かったかと思えば、そんなことをしていたんだな。君にはがっかりだよ、と俺を見捨てる。にやけながら俺の顔色を伺う原田部長の表情にはめられたことを悟った。しかし捏造とはいえ、証拠を揃えられてしまっているこの状況で、この解雇を撤回するような弁明をするのは難しい。俺は悔しくて涙が出そうだったが、解雇を受け入れるしか選択肢はなかった。俺は落ち込みながら、数年お世話になったデスクを片付け、荷物をまとめ、会社を出て行こうとすると、ロビーで呼び止められた。振り向くと、原田部長とその取り巻きの社員たちがやってきて、見送りに来てやったと言った。邪魔者がやっと消えてくれる。お前にはもううんざりなんだよ、と笑いながら言う原田部長。はめられたという悔しさで震える足をなんとか抑え、とても不快になりながらも原田部長に、今までお世話になりました、と頭を下げ、自動ドアへと向かった。ついにこの会社とお別れなのか。だんだんと名残惜しさに涙が浮かび上がってくる。しかしここで泣いては、後ろにいる原田部長たちの思うツボ、また馬鹿にされて、いい思いをさせてしまうことになる。俺は必死にこらえて一歩足を踏み出す。すると自動ドアから中川さんが入ってきて、待ちなさい、翔太君、と俺に止まるように言った。中川会長、本日はどのようなご用件で？と原田部長が呼びながら慌てて近寄ってきた。中川さんはため息をつくと、翔太君、いや、三浦君の解雇について詳しく聞かせてくれるかね、と厳しい声で言った。実は俺は将棋好きが高じて、若かりし頃の中川さんのようにプロ棋士を目指していた。将棋道場だけではなく、奨励会に入って腕を磨き、高校は卒業したが、将棋に集中するために大学進学はしなかった。しかし、プロへの道は厳しく、
21歳の時に限界を感じてプロ棋士を断念。その時高卒の俺に就職口を紹介してくれたのが中川さんだった。中川さんがこの大企業の会長だということを知って驚きもしたが、子供の頃からどこか威厳のある中川さんを見てすぐに受け入れることができた。いわゆるコネ入社にはなってしまうものの、会長との縁で入社したとなるときっと贔屓されることになる。俺を助けてくれた中川さんの会社でそんなことは嫌だと思い、会社では一切中川さんとの関係は口外せず、ただこの企業に報いようと必死に働いた。もちろん俺の営業成績も何かしてもらっていたとかではなく、純粋に努力によるもの。今まで中川さんに会社の話をプライベートですることはなかったが、今回はさすがに会社で身に覚えのない罪に問われたことが悔しくて、思わず中川さんに愚痴ってしまった。しかし中川さんの権力で何とかしてもらおうだとかはつゆほども思っていなかった。むしろあの日中川さんに事情を話した日に、せっかく中川さんに紹介してもらったのに俺の力不足で申し訳ないですと中川さんに謝り、中川さんは、それはいかんな、早速会社に行かなければというものだから、いえ俺の問題ですし、中川さんを巻き込むわけにはいかないですよ、とその場を制していた。しかしどうやら中川さんは、俺の解雇が正式に決まったと重役から聞き、さすがに見過ごせないと会社にやってきたようだ。俺を連れて会議室に入る中川会長。後ろに続く原田部長とその取り巻きは、俺と中川会長の関係に何かあると察したのか、顔面蒼白で震えていた。会議室に入ると、先ほど俺のことを見捨てた重役たちが、中川会長、どうしてこちらに？と驚く。中川会長は、そんな重役たちを無視して連れてきた秘書に声をかける。野口君、早速だが、この人らに我々が調査した結果を見せてやっておくれ。と言うと、中川会長の秘書である野口さんが順に重役たち、そして原田部長に資料を渡す。中川会長はどうやら俺から話を聞いた後、秘書に指示して怪しいと睨んだ原田部長を調査させていたみたいだ。野口さんから資料をもらった俺は何が書いてあるのか目を落とす。そこには相手の会社の担当者と原田部長が一緒に写っている写真、その日のやり取りの内容。この請求書通りに支払い、後日御社を訴えればいいわけですかな？その通りでございます。この水増しされた分は私と共に五分五分で分けましょう。そしてそれは私の部下のせいにするのです。いいだろう。三浦君の営業には飽き飽きしていたんだ。私の上司には受けがいいようだが、ずっと気に入っていなかった。この提案、持ってきてくれたことを感謝しますよ、原田さん。そんなやりとりを行っていたらしい。そして俺のパソコンの中にあったデータが、初めから完成されていたデータであること。原田部長のパソコンを調べた結果、元のデータがあったこと、そこには1から10まで水増しした請求書を作成した記録が残っていたことが書かれていた。そのことから、原田部長は相手の会社の担当者と結託し、水増しし請求して上前を跳ねていたことが分かった。また、水増しした請求書を作成したのが原田部長だということも、パソコンを解析した結果から分かり、すべて原田部長が、俺に罪をなすりつけるために仕組んだことが明るみに出た。原田部長は、どうしてとボソボソ言いながら震えている。そんな原田部長を責め立てるように重役たちは原田部長に、君はなんてことをしてくれたんだと怒鳴り、会議室は混乱する。見るに見かねた中川会長が一喝し、重役たちを黙らせた。今回のことは危うく善良で優秀な社員を無実の罪で失うところだった。その責任は全員にある。もちろん会社のことをおろそかにしていた私にも、と中川会長は諭すように言った。原田部長の口車に乗せられて、ろくに調査もしないで今回の解雇を決めたことは、君たちにとっては一社員を切り捨てただけかもしれないが、三浦君にとっては人生を狂わされるところだったんだ。それを肝に銘じておきなさい、と強い口調で重役たちを注意した。重役たちは中川会長の言葉に息を呑み、
俺に対して。三浦くん、我々も調査不足だった。申し訳ない。と謝罪してくれた。そして中川会長は原田部長に向かい、君、もともとは東京支店で好成績を収めて、今回希望していた出世もやっと叶ったじゃないか。なぜこんなことをしたんだい？と聞いた。原田部長はうつむきながらも話し始めた。本社に栄転とはいえ、東京から地方に来たことが耐えられず、屈辱だった。しかも部下に高卒がいるなんて、地方ということも重なって、程度の低い会社に勤めているように思えて耐えられなかった。だから高卒を辞めさせたかった。ついでに金が手に入るなら、一石二鳥だと思った。もう観念したのか、敬語を使うことも忘れて告白する原田部長。中川会長はそんな原田部長を見てため息をつき、そもそも学歴が全てではないし、東京と地方を比べることに何の意味がある。君にとってそんなに学歴が大切ならば、そもそも私の会社に入ること自体が間違っていたんだよ、と言った。え？と不可解そうな顔の原田部長に中川会長は、私は中卒でこの会社を作ったんだからね、と告げる。原田部長はその言葉に唖然とし、そこからもう彼が言葉を発することはなかった。結局俺はお咎めなしとなり、もちろん解雇は撤回された。原田部長は不正を働いたことから解雇になり、会社を去っていった。また、原田部長と手を組んだ相手の会社の担当者も解雇になったらしい。原田部長と一緒になって俺のことを見下していた先輩社員たちも、居づらかったのかほとんどが辞めてしまい、残った人も他支店へと転勤になった。やっと平和が戻って復帰した俺は、毎日忙しく働いている。営業成績も相変わらずトップクラスで、そろそろ昇進じゃないかと囁かれるようになった。しかし俺は出世のためではなく、会社のために、俺を救ってくれた中川さんのために一生懸命働いている。自分を救ってくれた中川さんに少しでも恩返ししたい。その思いで今日も頑張るのだ。そういえば、中川さんはどうしてプロ棋士を諦めて会社経営を始めたんですか？ある日の休日、いつも通り将棋道場に来て、中川さんと一局終えた後、ふと俺は気になり聞いてみた。そうだね、長い話になるが、聞きたいかね？と中川さんは笑いながら問いかける。ずっと気になっていた。俺と同じくプロ棋士を諦めた中川さん。そして今、俺が働いている会社の会長である中川さん。中川さんは会長としても威厳のある人だった。何がきっかけで諦めて、どうして会社経営者になったのか、前から気になっていたけれど聞けなかった。けれどこの前の一件で中川さんとの距離が近づいた気がする。だから今なら聞ける。そう思い、俺は静かに、はい、聞かせてほしいです、とうなずいた。あれは私が幼い頃かね。それこそ君が初めてこの将棋道場に顔を出したくらいの年齢の頃、私もその頃に祖父に連れられて将棋というものを知った。そこからは将棋の虜になってね。両親に頼み込んで将棋教室にも通わせてもらって、中学生になる頃には道場の中では一番と言われるほどの腕前になったんだ。さすが中川さんですね。素直にそう思った。実際俺は中川さんといい勝負ができるようになるまで中川さんに将棋を教え込まれたが、中川さんといい勝負ができるような人物はなかなかいない。それこそたまに来る外来講師くらいだったのだ。だからかなりの腕前なのだとみんな言っていて、実際中川さんは将棋を指すより将棋を教えている時間の方が道場の中で長いようだった。そう、だからこそ私は思い上がった。この調子ならプロ棋士も夢じゃないと。しかしね、あれは高校生になった時、私は将棋の強豪校といわれる学校に進学した。そこで出会ってしまったんだよ、彼らに。そう言って中川さんはどこか悲しそうな、懐かしそうな目をして、将棋の名人たちの顔が並ぶ集合写真に顔を向ける。彼らってまさか。俺がそう言うと中川さんは、そう、私の世代は将棋の黄金世代と言われていてね、世間的にも将棋ブームが起きていたんだ。それもあってか、
さすが強豪校と言われるだけあって、将来有望な棋士、もしくはすでにプロ棋士として活躍している者もいた。私はそこでようやく初めて敗北を知ったんだ。中川さんは寂しそうな様子でうつむく。俺は様子を伺うように中川さんの顔を覗いた。すると中川さんはこちらを見て苦笑いしながら、もちろん私も最初は悔しいと思いながらも、絶対に超えてみせると思って努力したものだ。しかし何だろうか、天才と言うべきものか、私が勝てることは一度もなかった。私はその現実を受け入れることができなくて、その天才たちと並んで同じ学校にいるのが怖くなって、高校を辞めてしまったんだ。でも高校を辞める日、清水くんが言ってくれたんだ。清水ってひょっとして俺は思わず言葉を挟む。有名なプロ棋士の名前だったからだ。そう、私と同い年でね。私が最も尊敬し、最も妬んだ人物でもある。そんな彼が言ってくれた。確かに将棋は努力だけじゃない。才能も正直関係する。中川は俺を見て諦めることになったのかもしれないけど、俺は中川の将棋に対する熱い思いを本当に尊敬している。だから将棋のことは嫌いにならないでほしい。そう言われた。確かに私は強すぎる彼らを妬んで憎んでしまったかもしれない。でも大好きな将棋をやめることができなかった。私はこの将棋をもっと広めたい。そう思って将棋のおもちゃを販売しようと決意したんだ。それで今のおもちゃメーカーが出来上がったんですね。ああ、今では様々なおもちゃを販売するようになったがね。はじめは子供でもわかる将棋のおもちゃを中心に展開していたんだ。その言葉を聞いてふと思い出した。幼い頃中川さんに、坊主、そんなに将棋が好きならこのおもちゃをあげよう。おじいちゃんと一緒に遊びなさい。そう言われて渡された将棋のおもちゃ。子供でもわかりやすく、でもだんだんと実力に合わせて本当の将棋のように遊べるおもちゃ。幼い頃だったからメーカーは気にしていなかったが、あれは中川さんが作ったものだったんだ。そう思うと、俺の思い出がより温かくなるような感じがした。それでも翔太くんが、将棋のおもちゃを中心に営業をかけるようにしてくれて嬉しいよ。会議でも何度も言われたんだ。スマートフォンが普及したこの社会で、子供たちに受けるのは、もっと画期的な目新しいおもちゃ。スマートフォンでもできる将棋なんて子供たちは見向きもしないし、実際ずっと売り上げが下がってきているとね。そう苦笑いする中川さん。俺は中川さんの背中をさすりながら、俺は俺のやり方で営業しただけです。自分が大好きな将棋を子供たちにももっと知ってもらいたい、楽しんでもらいたいって。だから独自に体験会を開いてみたり、いろいろ試行錯誤して、その結果、今の成績につながったんです。体験会の案も中川さんから教えてもらった記憶があったからこそ思いついたものなんですよ。と励ます。ありがとう。そうやって君が将棋のおもちゃを中心に売り上げてくれるおかげで現象はとどまってね。3年前くらいに将棋ブームがまた起きたじゃないか。その時にさらに売り上げを伸ばしてね。うちの看板商品として存続が正式に決定したんだ。ちゃんと言えてなかったが、君には本当に感謝している。本当にありがとう。何の経歴もない俺のことを大きな企業に入社させてくれて、本社にまで所属させてくれた中川さん。そしてこの前助けてくれた中川さんにお礼を言いたいのはこちらの方だ。俺は慌てて、そんな、顔を上げてください。中川さん、お礼を言いたいのは俺の方です。改めて、本当にこの前は助けてくれてありがとうございました。俺、もっと頑張ります。中川さんのためにも、子供たちにもっともっと将棋を広げていくためにも。そう言うと中川さんはやんわりと笑いながら、ありがとう。なんだか私の意思を継いでくれる者がいるみたいで嬉しいよ。どうだね。次期社長として正式に教育を受けてみないかね。現社長はまだまだ現役だが、その後継に悩んでいたところなんだよ。と、とんでもない案を受けた。俺はそんな器ではない。そう思い、いえいえ、俺に社長なんて無理ですよ。と拒否する。すると中川さんは笑いながら、
まだ若い者には荷が重かったかね。なあに、ゆっくり考えてくれればいいさ。それこそ君が私に対局での成績が五分になってからとかね。と持ちかけてくる。確かに中川さんとの対局での成績が五分になるほどにもなれば相当頭も回る。社長になってもおかしくない経営判断もしっかりとした教育を受ければ可能だろう。社長になるかどうかの云々は一旦考えないこととして、現状の対戦成績は2割。稀な直感で勝てる程度の俺は、打倒中川さんをずっと目指している。だからこそ返事はこうなる。いいえ、俺は打倒中川さんです。五分よりもっと上を目指しますよ。俺が気合を入れてそう言うと、中川さんは嬉しそうに微笑んだ。あれから5年後、俺は相変わらず休みの日には将棋道場に通っている。休みの日に道場ばかりに通っているから、アラサーになったものの未だに彼女はおらず。でも俺はこんな日常を心から楽しんでいる。中川さんとも相変わらずたまに一局指す仲良しのまま。85歳になった中川さんだが、将棋の腕には磨きがかかり、相変わらず強い。お互いプロ棋士は断念してしまったが、今は同じ会社で、同じ方向を向いて共に戦う同士だと思っているよ、と中川さんは俺に言う。中川さん、会社では同士ですが、今は敵同士です。と言って俺は将棋の駒を動かす。中川さんはその手を見て、しばらく悩んだ末に、参りました、と頭を下げた。俺は笑いながら、これでやっと対戦成績が五分になりました、と言うと、次は負けないぞ、と中川さんも笑うのだった。俺たちは周りの意見に流されず、学歴社会という壁を乗り越えて好きなことを志した。最終的には諦めてしまったのかもしれないが、その夢は別の形でつながれていく。道半ばで思わぬ困難が待ち受けるかもしれない。学歴は今後もつきまとってくるだろう。それでも俺たちは後悔しない。大好きなものを追い求めたこの思いこそが、この会社を形成し、実績を積み上げていく。中川さんが発案したおもちゃが、俺が売ったおもちゃたちが、次の子供たちへ夢を託していく。そんな大好きなこの会社とずっと共に過ごすために、今日も俺は働くのだ。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。やめて、離して！と悲鳴にも近い声が続く。慌てて声が聞こえた方に向かうと、そこには真っ黒なジャージを着た何者かに腕をつかまれている女性、いや女の子がいた。よく見れば制服を着ているじゃないか。おい、やめろ！俺は二人に駆け寄り、力ずくで女子高生から手を離させた。するとそいつは舌打ちをしてそのまま逃げてしまった。女子高生は助かったものの、俺は大事な会議に大遅刻。数日後、会社に行ったら社長室に呼ばれた。中井、君には明日から地方の営業所へ行ってもらおうと思う。人助けをして遅刻したのに、俺は会社から処分が下されることになっていた。社長、それは左遷ということですか？まあ、そのように判断してもらっても構わない。この本社に問題のある社員を置いておくことはできないからな。分かってくれ。社長のその言葉に俺は最上の笑顔を見せる。ちょうどよかった。ありがとうございます。左遷じゃなくてクビにしていただいて大丈夫です。え？俺の言葉に社長は目を丸くしたのだった。俺の名前は中井貴弘。医療機器メーカーに勤める社会人だ。俺は小学生の頃に闘病の末に父を亡くし、いわゆる母子家庭で育った。父のような病気の人を助けたいと思うようになった俺だが、医学部に行けるような成績だったが、母子家庭ということもあって金もなかったので勉強や部活に燃えた。内申点を上げて高卒で就職することにしたのだ。医者は無理でも医療に携わりたい一心でひたすら医療業界へ就職活動を行った。高卒でしかも医療業界への就職活動はとても難航した。俺は地元でも有名な医療機器メーカーの立花製作所が第一志望だったが、
最終的に決まった就職先は、立花製作所とも取引がある医療機器メーカーだった。立花製作所までは行かないが、それなりの規模の会社だし、夢だった医療業界に就職できたことは、正直とても嬉しかった。高弘、俺、立花製作所から内定をもらえた。そう言って俺に駆け寄ってきた翼の顔は忘れられないだろう。俺には鈴木翼という同級生がいた。俺と同じような境遇で母子家庭で育ち、高校卒業後は同じ医療業界への就職を志望していたため、俺たちは一緒に就職活動をしていた。そこで翼は俺が憧れていた立花製作所に就職が決まったのだった。本当か？よかったな。翼にはそう言ったが、俺は内心とても悔しかった。俺がいわゆるお祈りの連絡を受け取っていた時に、翼は内定の連絡をもらっていたのだ。こいつにはかなわないと思いつつも、内心ではいつか逆転してやりたいと思っていた。そうして高卒でこの会社に勤めて3年の月日が流れ、仕事もそれなりにこなせるようになった頃、俺の部署で高木さんが課長となった。高木さんは大卒で入社、仕事もそれなりにでき、社長や社外からの評判もいい人ではあったが、陰では俺が母子家庭で高卒であることを理由に見下してくるやつだった。おいおい、こんな重要な仕事を高卒で母子家庭の仲居にできるのか？と言ってくるのは日常茶飯事であり、しかも俺だけに聞こえるように言ってくるので、さらに立ちが悪い。まあでも、俺が高卒で母子家庭育ちなことは事実なので、特に反論などはしなかった。しかしそれが高木課長にとって、こいつは何を言ってもいい対象と認定したのか、毎日のように見下されてバカにされてきた。特に気にしないようにはしてきたが、毎日言われるとさすがにストレスがたまる。俺は久しぶりに翼を誘い、一緒に飲むことにした。いつもの飲み屋で翼と酒を飲みつつ、ひたすら高木課長や会社の愚痴を言いまくる俺の横で、翼は静かに酒を飲み続けていた。翼は俺と同じ入社3年目にもかかわらず、立花製作所ですでに史上最年少で部長という立場になっていた。立花製作所では若手育成に力を入れているからこその人事だそうだ。同じ高卒で同じような家庭環境なのに、入った会社が違うだけでここまで出世できるのも羨ましい。はあ、いいよな、翼は部長にも慣れて。酒が回っていることもあり、俺がついそうこぼすと、翼が口を開いた。高弘、こうやって話したり愚痴を言っている間に時間の無駄だってわかるか？え？今日来たのはそれを教えてやろうと思ってな。こんな話をしている暇があったら、仕事のことを考えて行動を起こした方がいい。俺はそうしてここまで来たんだ。それでこのまま、俺はもっと上に行く。それだけ言うと、翼は伝票を持ってそのまま店から出て行ってしまった。なんだあいつ、思わずつぶやいてしまったが、翼の言うことも事実だった。こうやって愚痴を言っている間も時間は進んでいく。きっと翼はこんな時間も仕事のことを考えて出世していったのだろう。そう考えると、俺も出世するためにもっと頑張らないとな、と気合を入れ直した。しかし先ほどの翼の態度に、俺はなんとなく違和感を覚えた。高校の頃に一緒に就活をしていた時は、あいつはもっとまっすぐな目をしていて、俺たちは何があっても諦めないで頑張ろうと励まし合った仲だったのに、今のあいつの雰囲気は少し怖いものがあった。そんなある日、俺はいつも通り会社へ向かっていた。今日はいつもお世話になっている取引先から新規のお客様を紹介され、その商談へ向かう日だ。新たな取引先ができるかもと、社長と一緒に部署内全員の気合が入っていた。今回の商談のメンバーは社長と高木課長、そして俺の3人だ。選ばれたからには絶対成功させるぞと気合を入れながら歩いていると、突然路地裏から、話してくださいと女性の声が聞こえた。さらにもう一度、話してと悲鳴にも近い声が続く。慌てて声が聞こえた方に向かうと、
そこには真っ黒なジャージを着た何者かに腕をつかまれている女性、いや女の子がいた。よく見れば制服を着ているじゃないか。いいから来い。絶対に嫌、話して。おい、やめろ。俺は二人に駆け寄り、力ずくで女子高生から手を離させた。するとそいつはチッと舌打ちをして、そのまま逃げてしまった。追いかけようとも思ったが、それよりも今はこの子の方が心配だ。助けていただきありがとうございます。女子高生の方を見ると、彼女はこの地域で一番の進学校の制服を着ていた。いえ、それより大丈夫ですか？はい。道を歩いていたら突然腕をつかまれてこの場所に。本当に何とお礼を言ったらいいか。今にも泣き出しそうな女子高生に声をかけ続け、なんとか落ち着いたところで、信頼できる人にここまで迎えに来てもらうように提案し、連絡をさせた。すぐに来てくれるそうです、という彼女に、迎えが来るまで一緒にいるよ、と伝えると、ほっとした顔になった。それから二人で表道まで出て話をしていると、彼女のスマホが通知音を知らせた。どうやら迎えに来た人が近くに来たらしい。じゃあ、と俺も会社へ向かおうと歩き出したら、どうしてもお礼がしたいから連絡先を交換してくれませんか？と言われた。お願いします。これだけ助けてもらったので、ぜひお礼をしたいんです。いや、でも。正直、社会人の俺が女子高生と連絡先を交換するというのもどうかと思った。それに女子高生からお礼なんて、と考え、悩んだ末に仕事にも向かわなければいけないので、俺はとりあえず名刺を渡すことにした。これが俺の名刺。とはいえ、今回のことは本当に気にしないで大丈夫だからね。え、この会社は？じゃあ俺はこれで。俺は走ってその場を後にした。もちろん職場に着いた時点で第一刻であり、怒られる覚悟はしていた。会社に到着すると、社長と高木課長が何かを話しているところだった。俺の姿を見た瞬間、中井、お前、こんな大事な日に遅刻するなんてどういうことだよ、と高木課長の怒号が響く。事情があって遅れてしまいました。申し訳ございません、と俺は頭を下げたが、一緒にいた社長は少し難しい顔をしていた。中井君、今日は私と高木君であちらに向かうから、君は家に帰りなさい。え、でも。こんな大切な日に遅刻してくるようなやつに大事な仕事を任せられるか。さっさと帰れ。クビになる覚悟もしておけよ。そんな、確かに遅刻はしましたが。中井君、少し君のことも考えさせてくれ。顔を真っ赤にした高木課長から怒鳴られ、社長からもそう言われ、俺は準備していた商談用の資料を二人に渡して、来たばかりの会社を出ることになったのだった。このままクビかもしれないな。今日の遅刻は、俺からしてみれば人として当然のことをしたと言えるだろう。しかし、事情を知らない社長や高木課長からしてみれば、ただ遅刻をしてきたやつという扱いだ。まあ詳しく状況を話したところで信用してもらえるかもわからない。入社してから無遅刻無欠席だったからこそ、今回の遅刻が社長にとって俺の信用を失う行為だったのかもしれない。考えれば考えるほど自宅で落ち込んでいると、仕事用の携帯電話の着信音が鳴り響いた。表示された番号は登録されていない番号だが、もしかしたら仕事絡みの電話かもしれないと思い、そのまま通話ボタンを押す。はい、中井です。中井さんですか？私、先ほど助けてもらったものです。可愛らしい声が聞こえ、先ほどの女子高生が頭に浮かぶ。あ、さっきの。先ほどは本当にありがとうございました。いえいえ、ちゃんと無事に帰れたかな？はい、あの後すぐに迎えに来てくれたものと合流できたので自宅に帰ってこれました。それはよかった。でも当分は気をつけてね。そこで電話を切ろうとした時だった。ちょっと待ってください。あの、中井さんは今は会社にいらっしゃいますか？いや、今は自宅にいるよ。それならぜひお礼に伺いたいのですが、と元気な声が聞こえた。いやいや、本当に気にしなくていいんだよ。当たり前のことをしただけだし、と俺も言ったが、私の親が
どうしても直接お礼がしたいと言ってまして、と言われてしまった。おや？もしよろしければ今からご自宅へ行かせていただいてもよろしいですか？俺はまた悩んだが、あちらの親がそう言っている以上、これ以上断っても、これは今以上に堂々巡りになるような気がしたので、これに了承した。住所を伝えて通話を終え、約1時間後に玄関のチャイムが鳴り響き、玄関の扉を開けると、そこには黒いスーツに身を包んだ初老の男性が立っていた。てっきりあの女子高生がいるものだと思っていた俺は、え？と間抜けな声が出てしまった。中井様でしょうか？あ、そうです。お嬢様と社長をお呼びしますので、お待ちください。と、この辺の住宅街では絶対に見かけないであろう、見るからに高級な黒塗りの車の後部座席の扉を開けた。その車から先ほど会った時と同じ制服を着た女子高生と、スーツ姿の威厳のある男性が降りてきた。その男性がいるだけで、この場の緊張感が違って、なぜだか俺も自然と背筋が伸びた。あれ？この男性の顔どこかで？とりあえず玄関先では何ですからと、家に入ってもらった。1時間かけて掃除してよかったと内心思いつつ、2人にお茶を出す。中井さん、突然の訪問をすみません。いえいえ、こちらこそわざわざここまで来てもらって。実は、父がぜひお礼を言いたいと言っていまして。と、彼女は横にいる男性を見た。やっぱりこの子のお父さんだったか。この度は娘を助けていただき、本当にありがとうございました、と男性は頭を下げてくれた。いえ、娘さんがご無事で何よりでした。実は私、こういうものでして、まさか娘が狙われたなんて予想外で、ご迷惑をおかけしました。男性がすっと名刺を差し出したので、俺はそれを受け取ると、目を見開いて、え？と声を上げてしまった。そこには俺が予想もしない名前が書かれていた。次の日、俺が出社するといきなり社長に呼ばれた。社長室に向かうと、そこにはなぜか高木課長が社長と共にいた。そして社長から地方の営業所への左遷を言い渡された。中井、君には明日から地方の営業所へ行ってもらおうと思う。社長、それは左遷ということですか？まあ、そのように判断してもらっても構わない。この本社に問題のある社員を置いておくことはできないからな。分かってくれ。社長のその言葉に、俺は最上の笑顔を見せる。ちょうどよかった。ありがとうございます。左遷じゃなくて、クビにしていただいて大丈夫です。え？俺の言葉に、社長は目を丸くした。それを笑顔で受け止めた俺は、カバンから封筒を取り出す。というか、僕も退職しようと考えておりまして、これが退職届です。退職？はい。次の就職先はすでに決まっているので。一体どこに？その前に、と俺は声を上げた。ある方が社長に挨拶をしたいそうです。俺はそのまま社長室の扉を開けて、その方を招き入れた。そこに立つ人物に、またしても目を見開く課長たち。立花社長？そう、このお方は立花製作所の社長だったのだ。昨日俺が助けた女子高生は、俺が憧れ続けていた立花製作所の社長の一人娘である千里さんだったのだ。直接お礼が言いたいとやってきたのは、その父親である立花社長で、千里さんは高校生ながら立花製作所の次期社長という立場だそうだ。そのため一人娘でもあり、次期社長の千里さんを助けてくれたことを本当に感謝していると何度もお礼を言ってくれた。名刺を娘から見せてもらって、会社名を見たら見覚えがあってね。よかったら今後、君が勤めている会社との取引をさらに広めたいと考えているんだが、もちろん担当は君を指名しようと思っている。ありがたいお言葉ですが、実は。と、俺はクビかもしれないと今日の出来事をありのままを話した。それを聞いた立花社長は、明日一緒に会社に行かせてくれないか
と言ってきたのだった。こんなに素晴らしい社員をクビにしようとしていると聞いて、一体何を考えているんだと思いまして、本日は一緒に来させていただきました。思ってもいなかったであろう立花社長の登場に、社長も高木課長も開いた口が塞がっていない状態だ。しかし、この中井は勤務態度も悪くてですね、先日も遅刻をしていましたし、だからこそ今回の移動を。確かに昨日は遅刻をしたと思います。私の娘が襲われているところを助けてくれましたからね。しかし、勤務態度が悪いというのは？それがですね、勤務中にサボったり、別の社員の企画を奪ったり、それをあなたは実際に見たと。いえ、この高木から報告を受けていまして。なあ。社長は横にいる高木課長を見るが、高木課長は、それは、と目をそらした。あなたには、彼がそんなことをするように見えたのですか？いえ、中井は入社した頃から真面目な男ですから。ではなぜ、彼をそのように評価して、左遷するようなことを？その、ご自分の目で確かめていないのに、その人の意見だけで中井くんを地方の営業所へ行かせようとしていたのでしょう。図星だったようで、社長の目線はずっとうろうろとしている。その様子に立花社長がため息をついた。正当な評価をしてもらえない中井くんがかわいそうだ。そちらがそう考えるのであれば、中井くんはうちの本社で働いてもらおうと思っていることをお伝えしようと思って。こうして、俺は今まで働いていた会社を退社し、念願だった立花製作所で働くことになったのだった。俺の入社に千里さんは喜んでくれ、翼も、お前には負けないぞ、と声をかけてくれた。前に働いていた会社と立花製作所は、規模も従業員の数も違い、努力しないとすぐに置いていかれそうになる。俺は仕事にも手を抜かず、毎日必死で働いていた。それから数ヶ月後、私を路地裏で襲った犯人が捕まったそうなんです。と、千里さんから声をかけられたので、話を聞いてみることに。本当ですか？犯人は一体誰だったんですか？それが、私も知らない人で、二十歳のフリーターの男でした。全然知らない人だったんですか？はい、写真も見せてもらったんですが、見たこともない人で。しかも、犯人はある人に指示をされてやっただけだと、警察でも言っているみたいで。ある人？誰のことだろう？何でも、お金に困って何でもやりますって、SNS に書き込んだら、DM で依頼があって、それから SNS 上でしかやり取りをしてなかったらしくて、相手は誰か知らないそうです。つまり、千里さんを襲った事件には黒幕がいるということか。誰がそんなことを？ライバル会社とか？と考えたが、どんなに考えてもそんな存在は思いつかないのだった。それからもあっという間に時は流れ、俺も翼も立花製作所で日々仕事を続けている。あれから俺も出世して部長になっていたが、翼はさらに出世して専務という立場にまで上り詰めていた。しかしここに入社してから、翼の優秀さに驚く日々でもある。社長は普段から翼の仕事ぶりと優秀さを気に入っており、翼は今では社長の右腕的な存在にもなっている。俺も負けないように努力を積み重ねる日々だった。千里さんはあれから無事に高校を卒業、国立大学に進学し、今年で大学4年生になっていた。来年は立花製作所への入社が決まっていて、入社したら毎日頑張りますと決意を話してくれている。今は残りの大学生としての生活を謳歌しているそうだ。実は現在、俺と千里さんはお互いにいい関係になっている。立花製作所に入社してから、職場に来ている千里さんと自然と交流が多くなり、俺たちが親しくなるのに時間はかからなかった。もちろん付き合い始めたのは彼女が高校を卒業してからである。次期社長である彼女のことも、公私ともに支えられたらいいな、なんて思っていたある日、千里さんが再び何者かに襲われたと連絡が入った。千里さんは襲われた際に激しく抵抗して、
相手に突き飛ばされた際に転倒して腕を折る重傷を負ってしまった。しかしそれだけ騒いだためか、犯人はその場で現行犯逮捕されたらしく、その犯人はなんと高木課長だったと聞いた。実は以前に俺が勤めていた会社は、俺が退社してから社長に見る目がないと嫌な意味で評判となり、取引先が激減して倒産とまではいかないが、会社としての規模がとても小さくなっていた。高木課長はお前のせいで会社の評判が悪くなったと社長からリストラされたらしく、日雇いなどで必死に食いつなぐ生活を送っていたそうだ。そんな日々の中、ある人物に札束を渡されて人を襲うように頼まれ、うまくいけば立花製作所への就職も斡旋すると言われた。だから千里さんを襲ったと言っているようだった。警察だと名乗る人が俺と翼が歩いている目の前に現れたのはそれからすぐのことで、鈴木翼さん、署までご同行願えますか。警察の人と一緒に行った翼はそのまま帰ってこずに、その日翼が逮捕された。千里さんを襲うように高木課長に言ったのも、以前に路地裏で千里さんを襲うように依頼したのも、すべて翼だったと判明したからだった。俺、どうしても立花製作所の社長になりたかったんだ。翼が逮捕された後、俺は面会に行って、どうしてと思わず聞いてしまった。社長になれば金がたくさん手に入るだろ。翼の家は自営業をしていたが、父親が病気で倒れて治療を受ける際に金がなかったがゆえに満足に治療を受けることができなかった。金さえあれば父親は治療を受けることができたはずなのにと昔に酒の席で言っていたことを思い出した。だから千里さんが、あの子がいなくなれば俺が社長になれるって。確かに千里さんが次期社長にならなければ確実に次の社長の座は翼だっただろう。それくらいこいつは優秀だったんだ。そしたら俺には今よりもっともっと金がたくさん手に入るだろ。そう言って笑った目の前の男にこれ以上同情できなかった。そのあまりに自分勝手な理由に俺は何も言えず、そのまま俺と翼は二度と会うことはなかった。数年後、千里はあれから社長に就任し、現在俺は専務として働いていた。千里が社長に就任してから若者ならではの考えを導入した結果、立花製作所は医療機器メーカーとしてさらに発展し、売上は右肩上がりで会社はますます発展していった。そして俺たちは結婚して、今では俺たちの間には3人の子供がいる。文字通りの幸せな日々を過ごし、仕事も家庭も順調だ。今でも翼があの時道を踏み外さなかったら今も一緒に働いていたのにと思わない日はない。でもそれを選んだのは翼自身だ。考え直す時間はいくらでもあったはずなのに。でも自分の欲望のために千里を傷つけたことを許せそうにはないな。千里の笑顔を見るたびに無事でよかったと本当に思う。翼のような選択をしないように、これから部下や子供たちを育てていくのが俺の使命だと思っている。目の前で困っている人がいたら助けられる人間になるように。そうしたら俺みたいな大逆転の人生が待っているかもしれないから。いかがでしたか。チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。あなた、高校の時に同じクラスだった藤木くん？慌ててホテルに入ったところ、同じクラスだったらしい彼女と遭遇した。っていうか、藤木って高卒だよね。そんなんで奥さん養っていけるの？大丈夫？今の俺のことなんて全く知らないらしく、客であるはずの俺をバカにしたように言ってきた。正直、俺は急ぎの用があるから、早く仕事をしてほしいとしか考えていなかった。このホテル、格式ある高級ホテルで上級階級の人が多いの。あんたみたいな高卒が来る場所じゃないんだけど。高卒だろうと関係ないだろう。俺たちはこのホテルに用があるんだ。そもそもお前にお客様を選べる権利なんてない。
あるのよ。一生に一度の贅沢かもしれないけど、品位の低い高卒の底辺は宿泊をお断りしてます。それは支配人の意向？それまで静かにしていた妻が口を開く。馬鹿にされた俺よりも怒っているだろう妻が。支配人の意向で高卒以下はお断りです。それが転落人生のきっかけになるとは知らず、彼女はにやついたまま言っていた。支配人を今からオーナー室に呼んでください。この一言で彼女は青ざめることになった。俺は藤木俊。数年前に妻のカナと結婚した既婚者だ。そして現在とても困っている。妻と二人で道に迷っているのだ。仕事の関係で地方に来たはいいが、初めて来たということもあり、道に迷ってしまったのだ。困ったなあ。のんびり言われたら困ってる感じがないわよ。でも本当に困ったわね。このままだと時間に間に合わなくなっちゃう。駅を出たらすぐに着くはずだったのにね。行き先はこの辺りで有名な老舗の高級ホテルだ。このままだと妻の言う通り、約束の時間に間に合わない。おかしいな、どうして着かないんだろう。妻は一生懸命地図をひっくり返したり、スマホを検索して調べている。俺も辺りを見回すが、タクシーは通っていないようだ。何か目印になるようなものがあれば、アプリでタクシーを呼べるかもしれないな。そう思い、俺もスマホを出した時だった。わかった！地図が逆さまだったんだわ！逆方向に向かっていたみたい。妻がそう叫んだ。なるほど、逆方向に向かってたら、たどり着けるはずはないよな。あっちゃ、二人揃って逆さまの地図を見てたのか。俺たちってこんなに方向音痴だったっけ？言い訳できないわね。大きな駅から徒歩10分と案内されていたから、すぐ見つかると思っていたが、自分たちが思っている以上に方向音痴だったようだ。俺たちは顔を見合わせて苦笑した。とりあえず駅に戻ろうか。そうね。また迷子になるといけないし、タクシー使った方が良さそうね。そうしようか。俺たちは苦笑したまま今来た道を戻る。シュン、遊ぼう。カナ、何して遊ぶ？俺と妻のカナは、家が隣同士の幼馴染という関係から始まった。シュン、おはよう。おはようカナ。学校行こう。それで帰りに雑貨屋行かない？いいよ。ついでに今月誕生日だし、俺が何か買おうか？嬉しいけど、私もシュンに誕生日プレゼント買おうと思って行きたいんだよな。じゃあ、お互いに買えばいいじゃん。それもそうだね。二人とも、寄り道はいいけど、気をつけるのよ。はーい。了解、旬のお母さん。年齢も一緒で、誕生月も一緒。学校に行くのも、帰るのも、遊びに行くのも、買い物も一緒。母親や父親どころか、祖父母までも仲良しで、生まれた時から、家族ぐるみで仲良くしていた。あ、おかえり、かな、しゅんくん。ただいま、お母さん。ただいま、かなのお母さん。二人とも、今日はうちでおやつ食べなさいね。はーい。お互いの家を行き来するのもしょっちゅうだった。しゅんのお父さん、遊んで。ああ、いいぞ。何する？鬼ごっこ。なんだ。カナのお父さんも混ぜてくれよ。それぞれの母親のおやつを食べたり、父親と遊んでもらったり、お互いの両親も本当の両親のように思っている。
タナのおじいちゃん、おばあちゃん、明けましておめでとう。はい、おめでとう。しゅんくんにもお年玉だよ。わーい。しゅんのおじいちゃんとおばあちゃんも一緒に初詣行こう。おお、そうだな。そうね。もちろん、祖父母のこともだ。お互いの家族を、俺なら、カナの、カナなら、シュンの、をつけて、お父さんやお母さん呼びしていた。カナって、本当に、うっかりだよな。シュンだって、のんびり屋さんじゃない。あ、そうだ。カナが好きなスイーツを、コンビニで見つけてさ、買っといたから、後で一緒に食べようよ。いつ行ったの？ほら、俺が途中でコンビニ寄っただろ。ああ、あの時。そういえば、その時に自販機にシュンが好きそうなジュースあったから買っといたよ。スイーツと一緒に飲みましょ。お互いがお互いの一番の理解者だと思っているし、俺にはカナがいない生活なんて考えられない。シュンとカナってさ、なんか雰囲気そっくりだよな。そうかな。そう？自分じゃよくわからないな。そうだよ。いつも一緒にいるせいかな。でも、なんだかお似合いだよね。そうそう。二人が一緒にいない姿なんて思いつかないわ。似たような環境で育っているので、まとう空気がそっくりだと周りから言われるほどだった。一緒にいるのが当たり前の関係。それこそ小さな頃から。もはや違う家に住む家族のようなものだった。だからこそ、彼女以外が俺の隣に立つのが全く想像できなかった。その、カナ？何？今更だけどさ、俺、カナ以外の人と一緒にいられる気がしないんだ。だから、俺と付き合ってほしい。本当に今更だね。もちろん、いいよ。よかった。大丈夫だとは思ったけど、やっぱり緊張した。確かに、珍しく声震えてたもんね。だから、年頃になったら結婚するのも当然だったと思う。かな？はい。これからもずっと一緒にいたい。だから、結婚してください。また声が震えてる。もちろん、いいわよ。まあ、さすがに告白やプロポーズは緊張したが。そんな感じで、赤ん坊の頃からカナとはずっと一緒だった。今でも仕事の良き理解者として、俺に寄り添ってくれているカナには頭が上がらない。それから俺たちは、一度駅に戻り、タクシーに乗った。ちなみに、約束の関係で、急ぎ目でお願いした際、事情を話したら、タクシーの運転手に笑われてしまった。それでなんとか、目的地の老舗ホテルに到着した。あ、やばいよ、シュン！もう10分前！やば！急いで受付しよう！そうね。俺たちは慌てて受付に向かった。藤木俊です。ギリギリになってしまってすいません。すぐに案内を。藤木俊？あなた、高校の時に同じクラスだった藤木くん？その言葉に顔を上げる。同じ高校だった石黒まりなよ！どうやら同級生だったらしい。制服を着て名札をつけていることから、このホテルの従業員なんだろう。石黒まりな。確かに、そんな同級生がいた気がするな。久しぶり。そっちはカナ？二人ってまだ一緒にいるの？もしかして結婚してるとか？マジで？びっくり！カナのことも知っているらしい。まあ、高校の同級生なら当然か。それはいいが、石黒が大声でゲラゲラ笑うせいで、ロビーにいる人たちの注目を浴びてしまう。あまりの居心地の悪さに、揃って顔をしかめてしまった。そんな大声で笑うことじゃないだろ。
いいから仕事してくれ。ちょっとぐらいいいじゃない。よくないよ、ちょっと急いでるんだ。早く受付をしてほしいが、彼女にその気はないらしい。石黒は意地悪そうに目を細めた。っていうか、藤木って高卒だよね。そんなんで奥さん養っていけるの？大丈夫？ちょっと失礼。大丈夫だよ、カナ。バカにしたように言ってくる石黒に、カナが抗議するのを止める。反論できないでしょ？高卒なんてせいぜい清掃員とかじゃないの？あ、それとも土木作業員とか？どっちみち汚いわね。それに臭そう。それをいいことに、石黒が暴走していく。また下品な笑い方をしながら言ってきた。このホテル、格式ある高級ホテルで上級階級の人が多いの。あんたみたいな高卒が来る場所じゃないんだけど。高卒だろうと関係ないだろ。俺たちはこのホテルに用があるんだ。そもそもお前にお客様を選べる権利なんてない。あるのよ。一生に一度の贅沢かもしれないけど、品位の低い高卒の底辺は宿泊をお断りしてます。俺の話なんて一切聞かず、ニヤニヤ笑いながら俺たちを追い払おうとする石黒。それは支配人の意向？その時、俺に止められて静かにしていたカナが口を開いた。当然、支配人の意向で高卒以下はお断りです。お引き取りください。静かに問われた言葉に、石黒がふざけたように返してくる。カナのことはよくわかる。俺は黙ってカナの様子を見た。まあ、土下座してこれから私の言うことを聞けば、使わせてやらないこともないわよ。そう言い、相変わらずニヤニヤしている石黒。それにカナは、は？何急に笑い出して、気でも狂った？あちゃ。笑い出したカナに思わず額に手を当てる。そんな俺たちに石黒は困惑したように見てきた。本当にふざけたこと言ってくれるわね。カナは怒ると笑う癖があるのだ。な、何よ、本当のことでしょ。本当のことをね。いいわ、何をしたのか分からせてあげる。ふっと笑いが止まって真顔になるカナに、石黒は慌てたように言ってきた。そこにカナは冷たく言った。あ、もしもし、私、藤木カナです。動揺している石黒を尻目に、カナはスマホを取り出して電話をかけた。支配人を今からオーナー室に呼んでください。私もすぐに向かいますから。は？支配人？オーナー室？石黒は、きょとんとした顔で、カナを見る。紹介が遅れたわね。私が当ホテルのオーナーの藤木カナです。以後よろしく。カナは石黒に向かってきれいに微笑んだ。実はカナの家は数多くの不動産を所有する富豪一家。藤木家に嫁いだ後もカナは実家の家業を手伝っていた。そのうちカナはいくつかのホテルのオーナーとなっている。ジュン、今回行くホテルってここよね？うん、そうだね。ちょうどいいわ。ちょうどいい？この間、お父さんがまた新しいホテルのオーナーを任せてくれたの。それがここだからちょうどいいの。ついでに視察できるわ。今回は俺の仕事の都合で訪れたが、抜き打ちでいろいろなことをチェックする予定だったのだ。それから俺たちはオーナー室に案内される。本当に申し訳ありませんでした。オーナー室では数人のスーツ姿の男性と石黒が頭を下げていた。石黒が失礼な振る舞いをしたと聞きました。本当に申し訳ありません。その中には
支配人の笹岡もいる。支配人の意向で高卒以下の人間は宿泊できないというのは本当かしら。本当であればどうチェックするつもりだったのかしら。そう言ってカナが笹岡を問い詰めた。何を、そんなはずないです。一体誰がそんなことを言って。それが私の意向なんかではありません。笹岡は寝耳に水らしく驚愕し動揺していた。そんな横で石黒は真っ青な顔でうつむいている。フロントの職員の判断で宿泊客を決めているの？そんなことありません。絶対にありません。でも彼女は確かにそう言っていたわ。フロントというのはお客様と最初に接するスタッフなのは分かってるわよね。もちろん分かってます。分かってないでしょ。その人間がこれではホテルの質が疑われるわ。そしてそんなスタッフを雇い指導していないのは支配人であるあなたの責務よ。それでお客様に不快な思いをさせるなんてホテルのスタッフとしてどうなのかしら。申し訳ありません。青ざめる支配人にカナが説教をする。それに支配人は平謝りするしかなさそうだ。カナ、それくらいにあなたは黙ってて。なだめようとしてみたが怒られてしまった。俺が声を出したことで笹岡は俺の存在に今気がついたらしい。俺の顔を見て驚きの表情を浮かべる。あなたは藤木先生じゃないですか。え？そして慌てたように俺に近づいてきた。それにうつむいていた石黒が顔を上げる。記者会見始まっちゃいますよ。その言葉にこのホテルに来た用事を思い出した。やべ。時計を見て思わずつぶやいた。怒るカナの姿に見とれててすっかり忘れていた。俺はこれからこのホテルで行われる記者会見に挑む予定で、それで急いでいたんだった。実は俺は囲碁棋士だ。高校生の時にプロになり、それから勝利を重ねて今回名人戦に挑戦することになったのだった。今日はその記者会見。明日から対局となっている。まずい。ホテルの都合で記者会見に藤木先生が参加できないとなると、マスコミに何を書かれるかわからない。急いで藤木先生を案内しないと。早く藤木先生を会場に。笹岡たちが慌て出した。まだ話は終わっていない。一人だけ、俊を会場に案内しなさい。残りの人は私とゆっくりお話ししましょう。恐ろしいくらい綺麗な笑顔のカナ。そうね、そこの君、案内を頼むわ。はい。案内したらちゃんと戻ってきなさい。はい。俺は選ばれた彼に連れられオーナー室を出た。スタッフさん頑張れと心の中で応援しながら会場へと向かうのだった。それから俺はなんとか会場にたどり着いた。俺を案内してくれたスタッフさんが涙目で戻っていく。それを見送って会場に入ると、すでに来ていた今回の対局相手の後藤名人は俺をぎろりと睨みつけてきた。後藤名人は名人と棋聖の二冠を持つ囲碁界の重鎮といえる人だ。そして俺の師匠でもあり目標としている人だ。今回挑戦することを楽しみにしていた。ぎろりと睨んでいた後藤名人がふっと表情を緩める。俊、お前また遅刻か。そう言って笑う師匠に俺も微笑み返した。妻と一緒に地図を逆さまに見てまして二人とも相変わらず抜けてるな。笑い出す師匠に思わず恥ずかしくなり頭をかいた。カナも昔後藤名人に囲碁を習ったことがあった。だが俊にすぐ負けちゃうから面白くないと
やめてしまった。君が俊か？そうだよ。私はカナの方の父親の知り合いでな。囲碁やってみないか？囲碁？うん、やってみる。もともと後藤名人はカナの父親の古い知り合いで、その縁で師弟関係となった。相変わらず仲がいいですね。本当にいい師弟関係ですな。今回の対局、囲碁界は師弟対決って注目されてますよ。似た者師弟の対決、楽しみですね。俺と後藤名人が師弟関係であることは周知の事実で、記者会見は和やかに進んでいった。そして無事に終えることができた。ふう、よかった、無事に終わって。相変わらずゆるいやつだな。そうですか？師匠が俺のことを見ながらそう言った。しかし対局になると別人になるからな。そんなことを言って師匠はため息をついた。自分ではよくわからないです。お前の嫁さんもそうだろ？苦笑する俺に後藤名人が呆れたように言った。確かにカナは仕事のことになると別人のように厳しい経営者の顔になる。いつもは俺以上に天然でふわふわしているのに、先ほどのようにオーナーとしては厳しい一面を持っている。怒ると特に怖い。今なお怒って説教しているだろうカナを思う。先ほども怖かったな。でもすごくかっこよかった。お前自身も囲碁の対局中は眼光が鋭くなってものすごい集中力を見せるんだよ。お前の囲碁は攻撃的で攻めの囲碁だ。まあよくそうやって評価されますね。そのふわふわした性格から思いもよらないような手を出してくるから、正直やりにくいんだよな。そう評価する師匠。しかし忘れていないだろうか、そのような囲碁を教えたのは紛れもなく師匠だったんだが、俺の囲碁は師匠の受け売りなんだが、明日が楽しみだ。そう言い手を差し出してくる。ええ、俺もです。その手を取ってしっかりと握り返した。俺たちは固く握手を交わした。名人戦の対局は7番勝負で行われ、全国のホテルや旅館を回る。1局8時間の持ち時間で2日間かけて勝負するのだ。スポンサーの新聞社などマスコミも集まるが、プロの試合といえども一般的には注目度が低いのが現状だから、石黒は俺がプロの囲碁棋士だと知らなかったのだろう。俺は幼い頃から師匠の後藤名人に筋がいいと認められて指導を受けてきた。カナの父親が言ってた通りだな。筋がいい。俊、私の正式な弟子にならないか？そうすればもっと上手くなる？ああ、俊なら一気に上達するぞ。やっぱりな、俊くんなら重久のお気に入りになると思ったんだよ。カナのお父さんがつないでくれた縁だった。上達は早かったが、中学の時から挑戦し続けたプロ試験にはなかなか合格できなかった。中学、高校は地元の公立校で、囲碁に夢中で成績もスポーツも中途半端だった。いわゆる目立たない生徒だったと思う。あまりにもパッとしないから、あの頃は私のグループで嫌がらせのターゲットにしてたの。え、そうだっけ？俊も天然だからね。持ち前のそれで嫌がらせに気づかなかったんじゃない？カナと合流すると、そこに石黒もいた。ちょっとそこの陰キャー、あんた暗いくせに勉強もできないとか何なの？何あんたたち、俊は
あんたたちに構ってあげれるほど暇じゃないのよ。はあ？そう言われれば、確かに何かと絡んでくるグループがいた気がする。ただ、本当に当時は、囲碁と支えてくれるカナのことしか気にしていなかったから、全く気づかなかった。そのことが無視されてるみたいで、一番気に入らなかったんです。無視してたわけじゃないんだけどな。本当に眼中になかっただけで。それから石黒の話によると、ねえ藤木くんってまだ進路決まってないらしいよ。嘘でしょ、受験生なのに。ほとんどが進学して大学も決まってるのに、やっぱり藤木くんって変わってるよね。高校ではほとんどの生徒が進学する中、進路が決まっていない俺は異質だったらしい。かな、聞いて。ついに俺、プロ試験に合格したんだ。そうなの？よかったじゃない。しゅん、頑張ってたもんね。ああ、それで他にもかなに話したいことがあるんだ。一方で、俺は高校3年の時にプロ試験に合格。晴れてプロ棋士になるが、同級生のほとんどはその事実を知らずに進学しないということだけが記憶の中に残っていたようだった。確かに、花以外にわざわざプロになったとは言わなかったから、知らないのも無理ないか。ちなみに、その頃に花に告白して正式に付き合った。私、謝罪をしたくて、それとお詫びをしたくて、それで、悪いが今はやめてくれ。大事な対局前だから俺に関わらないでくれ。そうですか。石黒さん、あなたには再教育を命じます。それとしばらくは謹慎しなさい。私たちの前に顔を見せないように。わかりました。ひとまず石黒は一旦引き下がったようだった。そんなことは全然なかったようだが、翌日、1日目の対局が終わり、部屋に戻ろうとした時だった。次の手は、いや、それだと裏を取られる。なら、藤木くん！石黒さん？その途中で、謹慎しているはずの石黒がいた。やっぱり、謝りたくて、この後、食事にでも。今は忙しい。放っておいてくれ。適当に返しつつ、俺の頭の中は囲碁のことでいっぱいだった。師匠はやはり強い。明日の対局も集中しないと。プロ棋士だって知らなかったわ。名人戦ってすごい大会。なんでしょう。すごいんだね、藤木くんって。他の人とは違うんだって昔から思ってたのよ。私、藤木くんのこと実は昔からいいなって思ってて、それで昔意地悪しちゃって。ねえ、ちょっと私の話聞いてる？ねえってば。囲碁のことを考えていたら石黒が腕をつかんだ。話して。やめなさい。それをカナが止めてくれた。俺の腕をつかんでいる手を離させ、俺と石黒の間に割り込むカナ。カナの姿に一瞬石黒はひるんだ様子を見せた。ちょっと邪魔しないでよ！がすぐに怒り出した。邪魔しているのはそっちでしょ？今は大事な時なの。そもそもあなたは今謹慎してるはずでしょ？顔を見せるなって言わなかったかしら？そんなのもわからないのかしら？そんなの関係ないわ。それにプロ棋士ってだいぶ稼いでるみたいじゃない。どうせあんたもそれ目当てなんでしょ。石黒の挑発にカナは明らかに呆れていた。それ本気で言ってるの？私ここのオーナー、自分で稼いでますから。そしてはっきりとわざわざ区切って石黒に言い放った。なら彼を譲りなさい。はあ？意味不明な言葉に
思わず俺もカナと一緒に声を出して困惑した。絶対にダメ。あなたはシュンのどこが好きなの？いくつ言えるの？それは私はね、小さい頃からずっとシュンを見てきたの。いいところも悪いところも全部ひっくるめて好きなのよ。たとえシュンが一文なしでも、これからハゲたり太ったりしても、どうなっても、どんなことがあっても愛してる。カナの強烈な告白に、石黒は若干引いたような声を出した。一方、俺は全身が熱くなるのを感じた。カナ、嬉しいけど、その、恥ずかしいからやめてほしいな。多分、今の俺の顔は真っ赤になっているだろう。俺には大事な妻がいるから、他の人と一緒になるなんて考えられない。昔からカナだけなんだ。カナ以外の人が俺の隣にいるなんて考えられない。俺にはカナしかいないんだよ。これから何があっても、俺はカナだけを愛してるんだ。あなただって。石黒をまっすぐに見て伝えた。バカ夫婦、バカ同士でお似合いよ。石黒は捨て台詞を吐き去っていった。ああ、残された俺たちは顔を真っ赤にしたまま笑い合うしかなかった。じゃあ部屋に行こうか。名人戦の第一戦は後藤名人が勝利した。正直、とても悔しい。だが、まだ終わりじゃない。そう考え、気持ちを切り替えた。藤木先生、今回は本当に申し訳ありませんでした。チェックアウトした際、笹岡支配人が見送りに来た。改めて謝罪した笹岡が深く頭を下げる。石黒が今日付けで退職しました。あら、私は謹慎だけで懲戒解雇までは要求してないわよ。本人の希望です。笹岡曰く、あんなバカップル、もうどうやっても勝てないじゃない。もう忘れたい。だからやめさせてください。と言っていたそうだ。いい？従業員の質は支配人であるあなたの采配で決まるの。従業員の再教育をしっかりしなさい。はい。カナは少し怖い微笑みで笹岡にしっかりと念押しした。また近いうちに視察に来るわ。そうカナが言い、俺たちはヒロに着いた。それにしてもいろいろあったな。今回の旅を思い返す。まさか対局の前日にあんなトラブルに巻き込まれるなんて思わなかった。ずいぶん濃密だったな。そう思わず苦笑してしまった。しかし経営者として振る舞うかっこいい妻を見ることもできた。それに愛の言葉も聞けた。十分な収穫だったな。さて次の対局は勝って俺がいいところを見せないとな。それから一週間後。お疲れ様。ありがとう。無事に名人戦を終了した。後藤名人戦の後、うまく集中できたおかげで、なかなかいい成績を出せたと思う。明日、お父さんたちがお祝いしようって。そうか。また両家合わせて大にぎわいになるな。そうね。今回の名人戦、両方のお父さん仕事休んでまで見届けようとしてお母さんたちに叱られたそうだよ。想像がつくな。ね、今頃帰ってくるのそわそわして待ってるんじゃないかな。そうかもね。二人でそれぞれの両親のことを考えて笑い合った。それで落ち着いたら旅行しない？ああ、いいな。
実はまたあのホテルの視察に行くつもりなの。前回は俺に会わせてもらったからな。今度は俺が会わせるよ。ありがとう。それにしてもあの時の愛してるの言葉嬉しかったな。もうやめてよ。私だって嬉しかったわよ。あの時の言葉。俺たちは二人してまた顔を真っ赤にさせた。ずっと一緒にいるけど、これだけはなれないな。本当にオーナーは親子揃って怖いな。カナのお父さんも怖い人だったんですか？私はお父様の頃からこのホテルにお世話になってまして、お父様も普段はお優しいのですが、経営のこととなるととても厳しくて、あの時はお父様の姿と重なりましたよ。やっぱり、カナのお父さん譲りか。藤木先生も対局中はそうなりますけどね。よく言われるんですよ。まあ、俺にとっても、カナのお父さんはもう一人のお父さんですし。そうですか。シュン、笹岡さんと何を話してるの？カナとカナのお父さんのこと話してただけだよ。そうなんだ。ちなみに、石黒はあのホテルを辞めた後、散々な目に遭ってるらしい。他のホテルに勤めようにも、噂が広がっていたらしく就職できず。それに加えて、収入が良さそうな男に片っ端から声をかけて煙たがられ、最終的に悪い男に騙されて、借金を抱えることになってしまったそうだ。それで、今は彼女が見下していた清掃員や土木作業などを掛け持ちする働き詰めの日々にだいぶ苦労しているそうだ。しばらくした頃に、かつての同級生が石黒の噂を教えてくれた。そして、最後に同級生たちに助けを求める連絡をした後、姿を見なくなったそうだ。カナ？何？これからもずっと一緒にいてくれ。もちろんよ。おじいちゃんとおばあちゃんになるまでずっと一緒よ。俺たちはお互いの手を取って将来の約束をした。それから数年後、俺たちは二児の親になった。息子の方はカナの後を継ぐんだと小さい頃から勉強に励み、娘の方は囲碁に興味津々で、自分も棋士になって俺と対局するんだと言っている。後藤名人も俺を超えられるようにと張り切って教えている。そんな様子を見て、俺たちは顔を見合わせて微笑んだ。カナにはたくさん支えてもらった。本当にありがとう。私こそ、シュンが頑張ってるから、私も頑張れたの。シュンがいてくれて、本当によかった。あ、俺もカナがいてくれて、本当によかったと思ってる。昔も、今も、これからも、愛してるよ。私も。あ、お父さんとお母さん、またイチャついてる。子供たちに茶化されて、思わず顔を赤くしてしまった。お前たちも、ずっと一緒にいたいと思える人と絶対に出会えるから。その人と支え合って、寄り添っていくのよ。はーい。大切な妻と、これからも、一緒に寄り添っていきたいな。もちろん子供たちも一緒に。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。はあ？こんな忙しい時に有給を使いたいですって？何考えてるの？本気？本気です。弟の結婚式なんです。わかったわ。休みは取っていいわよ。というか、もう一生来なくていいわ。あなたはクビよ、クビ。わかったわね。10年以上勤めてきた会社で、たった1日の有給の使用を申し出た私に、
専務が返した言葉はびっくりするもの。これまで専務の嫌がらせに耐えてきた私の何かがプツンと切れた。じゃあ退職します。残っている有給40日分今日から使用しますので、長年お世話になりました。言いながら三角巾を外す。そしてそのまま荷物をひつかみ会社を後にする。このあと会社は株価大暴落の浮き目を見ることになるのだが、この時には専務も私もそんなこと思いもよらなかった。私の名前は柿原愛、弟の司と二人、優しい両親のもとで何不自由ない暮らしを送ってきた。毎年夏休みには一泊二日の旅行に連れて行ってもらったし、国内の有名な遊園地にもたくさん連れて行ってもらった。そんな恵まれた暮らしが一転したのは、私が高校3年生になった春のことだった。両親は車で少し離れた観光地までお花見に行くと言って出かけていった。仲のいい両親で2人で出かけることもよくあったから、私と司は気楽に見送った。しかし帰りの高速道路で多重事故が発生。巻き込まれた両親の車は大破して、二人とも帰らぬ人となってしまったのだ。これまで両親に守られてぬくぬくと暮らしてきた私たちは、突然社会の荒波に投げ出された。姉である私には両親のことを悲しんでいる間もなく生活がのしかかってくる。司はまだ中学生なんだ。姉の私がしっかりしなければ。涙を押しとどめて私は毎日二人分の家事をするようになった。幸い両親が残してくれた貯金と事故の保険金があったため、今月や来月といった当面の生活費に困ることはなかった。それでも司は私と違って勉強が得意で優秀な子だ。できることなら大学に行かせてやりたい。大学の学費を調べた私は絶句した。本当なら私も大学に行って栄養学を学びたいななんて思っていたけど、そんなことを言っている場合じゃない。両親の残してくれたお金で司を大学に行かせてやるとして、私は高校を卒業したらどうにかして働かなければ、とても今後の私たちの生活を保てそうもないという現実を知る。就職活動は比較的すんなり進んだ。どこに応募しようか考えた時、何か両親の好きだったものに関係したところに就職したいなと思った。そうして調べるうち、二人が好きだった栗羊羹を作っている栗田屋さんという和菓子屋さんが高卒でも応募を受け付けていることを知ったのだ。うちからも簡単に通える場所だったし、私は栗田屋さんを第一志望に据えて履歴書に思いの丈を詰め込んだ。するとあれよあれよという間に社長面接にまで進んで、あっさり内定が決まったのだ。その日は嬉しくて、いつもの栗羊羹ではなく特選栗羊羹を買ってきて、司と二人で就職祝いをした。司は自分のせいで私が大学進学を諦めることになって申し訳ないと少し涙ぐんでいたけれど、そんなことは気にしなくていいのと私は繰り返した。司がそんなことを気にしなくてもいいんだ。私は司を抱きしめ大丈夫を繰り返した。それに大学を諦めることになったのは残念だったけど、両親の好きだったお店で働けることになったのは素直に嬉しかった。栗田屋さんは今回知ったのだが、和菓子屋さんにしては珍しく
株式上場をしていて規模も大きい。その本店で働けるっていうことに少しプライドもくすぐられるのであった。社会人生活は忙しいが刺激的で充実していた。一日働いて家に帰って夕ご飯を作り片付けて眠る。朝起きれば洗濯をしてお店へ行く。両親の残してくれたお金は司の学費に使うと決めていたから、生活費は私のお給料だけ。食材はスーパーのチラシを見ては安いところを探し、食べ盛りの高校生男子とまだまだ食欲旺盛な自分の胃袋を満たすために毎日一生懸命自炊して食費を削っていた。働き始めたのだから可愛い化粧品なんかも欲しかったけど、スーパーの化粧品で我慢。司が大学を出るまではと言い聞かせて節約生活をするのだった。司はそんな風にしている私を見て家事の分担を申し出てくれたが、私が寝た後も毎晩遅くまで勉強をしていることを知っていた私は断固断った。浪人させてあげる余裕はないから、その分まで今勉強頑張ってと伝えると納得して、それからは前にも増して勉強を頑張る毎日が始まった。そして猛勉強の甲斐あって国立大学に合格。第一志望に受かったことを二人で泣きながら祝い合ったのだった。大学に入ると司もアルバイトを始めてくれて、生活にやっと少しの余裕が出てきた。司が初めてのアルバイト代で私にワンピースを買ってくれた時には、よくここまで大きくなってくれたと感動して、帰りの電車で思わず涙を流してしまったほどだった。少しだけ生活が楽になったからか、司の大学時代はあっという間に過ぎた。司は大手である九条ホールディングス傘下の会社の社長秘書として就職が決まり、距離的に家からは通えないので大学を卒業したら家を出ることになった。親代わりみたいな気持ちで成長を見てきた司が家を出ると部屋の中にぽっかりと穴が開いたようで、早春の冷え込みも手伝ったのか、一人の部屋がとても寒く感じた。それとともに両親がいなくなっても司を大学まで出せたということにほっとしているのも本当だった。8年間休むこともなく働き続けてきた和菓子屋さんでは、後輩も何人もできて仕事にもすっかり慣れた。今はお店のことでわからないことはほとんどないし、職人さんとも仲良くなって頼られる存在にもなっている。一方、親族経営であることから、株式会社でありながら昔気風のブラックな環境は変わっていない。社長の家の草むしりはさせられるし、社長の奥さんである専務からプライベートのお使いまで頼まれる始末だ。専務はとにかく自分が一番でなければいけない性格で、正直めんどくさい。私は専務に目をつけられないように大きな丸眼鏡と地味な髪型でお店に出ていたが、それでも同じ女性であるせいか、何かと専務から嫌がらせを受けるのだった。とはいえ、これまで辞めようと思ったことは一度もない。栗田屋を辞めたからって高卒の私がすぐに他のところに勤められるかどうかわからないし、司の生活を支えていることを考えると辞めるなんて選択肢は浮かばなかった。何より両親の愛した栗羊羹の仕事をしているというプライドが辞めるなんて選択肢を頭に浮かばないようにさせてくれていた。司が就職してから数年が経ったある日、照れたような声で電話がかかってきた。何でもプロポーズが成功したとのこと。
お相手は九条由紀さん。そう、勤務先である九条グループの総裁の娘さんである。子会社の社長秘書をやっている司は総裁の息子である子会社社長や総裁に人柄を認められて家族ぐるみのお付き合いをさせていただいていたのだが、その中で総裁の娘のゆきさんと急接近。社長や総裁の許可も得てゆきさんに交際の申し込みをしたところまでは聞いていたが、ついに結婚が決まったということらしい。姉さん泣かないで、これからは姉さんにも楽をさせるからさ。私が嬉し泣きをしていることに気づいた司が笑う。司、本当におめでとう。感極まった私は他の言葉が浮かばなくなってしまい、おめでとうのセリフばかりを繰り返した。結婚式は3ヶ月後に行うという。お店の繁忙期と重なったけど、大事な大事な弟の結婚式より重要なことなんてない。それにこれまで有給もほとんど使わずに働いてきているんだ。今使わずにいつ使うって言うんだろう。電話を切ると私はクローゼットに直行した。想像通り結婚式に着ていけるようなワンピースはない。一生に一度の司の結婚式だもの。とびきりおしゃれなのを着ていきたい。今度のお休みはワンピースを買いに行こう。小さなカバンも新調しなければ。まるで自分のことのようにワクワクが止まらないのだった。司の結婚が決まり、私の頭の中は幸せでいっぱいだったが、会社の方は厳しい時期を迎えていた。専務が女子社員をいびることに耐えかねて、後輩女子社員が2人退職してしまったのだ。その上ベテランの男性社員も家業を継ぐとかで1人辞めてしまった。こんなに急に辞めるなんて責任感が足りないわ。専務は自分の嫌がらせが原因で辞めてしまったことも棚に上げてブツブツ文句を言う。本当にな、こんなに手が足りない時期に。社長もうなずく。基本的に社長は専務のイエスマンなのである。妻である専務に頭が上がらずに、会社でも専務の言うことを聞いている社長はかわいそうでもあったが、まるで頼りにならない。今回も人が辞めたのだから補充して叱るべきなのに、社長も専務も増員のことは全然頭になく、浮いてしまった仕事を私たちに押し付けては愚痴を言うだけなので、さすがに疲れてしまう。それでも辞めてしまった後輩の分まで残業しながら必死で働いているうちに、あっという間に結婚式の日程が近づいてきた。そういえば専務の機嫌が良さそうな日を狙って有給の申請をしようと思っていたのだが、タイミングがなくて結婚式のことを言えずに来てしまった。あと2週間だし今日こそは申請しなければ。専務お疲れ様です。あら柿原、なんか用事？今度弟が結婚することになりまして。あら、よかったじゃない、おめでとう。んで柿原はいつ結婚するの？有給申請をしに来ているだけなのに、なぜ私の婚期について聞かれなきゃいけないんだ。イラッとするものの顔には出さずに話を続ける。私はそのうち、それで25日の日曜日に有給休暇を使わせていただきたいんです。はあ？こんな忙しい時に有給を使いたいですって？何考えてるの？本気？本気です。弟の結婚式なんです。分かったわ。休みは取っていいわよ。というか、もう一生来なくていいわ。あなたはクビよ、クビ。分かったわね。就職して10年以上、ろくに有給休暇も使わず
この会社に尽くしてきたのに、たった一度有給を申請しただけでクビ？しかも弟の結婚式だっていうのに？この繁忙期を文句の一つも言わないで、辞めた後輩の分まで働いているというのに？私の中で何かがプツンと切れた。長年専務の嫌がらせに耐えてきた堪忍袋の尾が切れたのかもしれない。じゃあ退職します。残っている有給40日分今日から使用しますので、長年お世話になりました、言いながら三角巾を外す。そしてあっけに取られる同僚や専務、何も言えないでいる社長を尻目に、ロッカーから自分の荷物をひっつかむと、振り返りもせずに会社を後にした。こんな理不尽にクビと言われて悔しいはずなのに、会社を出ると妙な爽快感があった。もうこうなったらとことん会社と縁を切ってやろう、そう思った私はまずスマホ屋さんに直行。電話番号を変えて会社からの電話がかかってこないようにした。それから心機一転、部屋も引っ越すことにした。住所が会社に知られているため、そこから足がつくのすら嫌だったんだ。不動産屋さんで新しいお部屋を探そうかと思ったけど、まずは前々から憧れていたホテル暮らしをしようと思いつく。何しろ高校を出てから10年以上も働いているのだ。しかもまとまった休みももらえなかったため、お給料を遊びに使うことができなかった上、司の面倒を見ていた時の節約癖が染みついていた私は、洋服や化粧品も最低限しか買っていなかったし、外食なんてもってのほか。つまり貯金がそれなりに溜まっている。10年頑張った自分へのご褒美に今この貯金を使おう、そう思って駅前のビジネスホテルに長期ステイでチェックイン。まっさらにメイキングされたベッドに飛び込む。私の快適なホテル生活の始まりだ。ついに弟の結婚式の日がやってきた。お相手が知らない人はいない九条グループの総裁の娘ゆきさんということもあり、一流ホテルの豪華会場で行われる結婚式。本日は妹の結婚式にご参列いただきまして誠にありがとうございます。新郎の司くんは私の秘書をやってくれているのですが、非常に優秀な青年で私の右腕であります。このような優秀で誠実な青年とこうして夫婦になれるということは、妹にとって非常に幸せなことでございます。また我々九条グループにとりましても、非常に強力な人物が九条の一員になってくれたということで、今後の発展安定間違いなしといった心持ちでございます。ゆきさんのお兄さんである社長の挨拶に目が潤む。弟は姉が想像もしなかったくらい立派になってくれた。まさか社長の妹と結婚を許されるほどに信頼されて。弟から聞いた話によると、総裁の息子である社長はグループの次期総裁と目されているそうだ。その社長と司の二人三脚で、まず今任されている会社の業績を伸ばしているとのこと。突然の悲しみに襲われた高校3年生の春を思い出す。あの時はまだ司は中学生、私自身もまだ大人になりきれていない中で、これからどうやって弟を大人にしていけばいいのか真剣に悩んだものだった。両親の残してくれた貯金通帳の残高を見ては、高校を中退して働こうかと迷った夜もあった。司が言いづらそうに、夏休みに塾に行きたいと言った時には、いいよ頑張っておいで
と答えながら笑顔が引きつっていた自覚がある。そうやって必死でお金をやりくりして料理も頑張って、そうして大学を卒業させた弟が逆玉残しを許されるほどに立派な仕事をするようになって、姉冥利に尽きるとはこのことではないか。司の奥さんになるユキさんは司の隣でとても幸せそうに微笑んでいた。見れば見るほど上品な美しさを持った女性だなと思う。そして姉として何よりほっとしたのは、ユキさんがとても優しそうであること。何かあるたびにそっと司に目くばせをして笑い合っている表情も、本当に二人は愛し合っているんだなって素直に思えて、私まで幸せで体中がいっぱいになるのだった。式が終わって親族同士でご飯をいただいている時のことだった。姉さん、何か心配事でもあるの？ほんの少し、ほんの一瞬、これからの仕事のことを考えてしまって、会話のテンポが遅れた私を目ざとく見つけた司が耳元でささやいた。ううん、大したことじゃないの。大したことじゃなくてもいいよ。俺に話してみてよ。司が言ってくれる。こんな晴れの日に話すようなことじゃないから、また後でね。そんなこと言われちゃうと気になるじゃないか。ほら、ちょっとこっちに来て。司がそっと私の背中を押して、ついたての影に隠してくれる。弟の気遣いに、私はまた涙ぐんでしまう。姉さん、仕事？辛いことあった？司はさすが弟だけあって、図星をついた。仕事をさ、有給取るって言ったら、じゃあクビって言われてさ、私頭に来てその場で退職してきちゃったの。図星をつかれて、本当は全部落ち着いた後で話そうと思っていたことを話してしまう。え、姉さん、あんなに仕事頑張ってきたのに栗田屋さん、姉さんをクビにしたの？うん、司にも話したことあったでしょ。いつも嫌なこと言ってくる専務の話、あの人が勤怠関係握ってるから、あの人に有給申請したの。そしたら今何人も辞めて忙しいのに、有給取るんならクビだって、私もういいですって荷物まとめて出てきちゃった。え、司が絶句する。それで後から謝罪の電話とか来てないの？それっきり？うん、っていうかもう会社から離れたくてスマホの番号を変えちゃった。家も住所知られてるから引き払って、今貯めてたお金でリッチにホテル暮らしをしてるんだ。最後少しおどけてみせたけど、司は笑わなかった。ユキ。司がついたてから顔を出して新婦のユキさんを呼ぶ。司さん、お姉さん。ウェディングドレスからラフな洋服に着替えて、ますます柔らかい印象になったユキさんが小走りにやってくる。司は私の現在の状況をかいつまんでユキさんに説明した。するとユキさんが、司、私たちのお家ゲストルームあるじゃない、ゲスト第1号お姉さんになってもらおうよ、と言い出したのだ。そんな、新婚さんにご迷惑はかけられないわ。私今ホテル暮らし楽しんでるし、心配しないで。申し訳なくて慌てて断った私を司が制する。ユキもこう言ってくれてるんだし、姉さん、本当にうちにおいでよ。ホテル暮らしだと料理もできなくて栄養も偏るだろ。それに姉さん不安だろ。それぐらいなら次の仕事が決まるまでうちにいなよ。そうですよ、うち父が家建ててくれて、ちょっと二人暮らしには広すぎるねって話してたところだから
ちょうどいいんです。お姉さん、落ち着くまでうちにいてください。そんな、申し訳なさすぎるじゃない。いいんです、うちにいてもらって。お姉さん、お時間あるときに司さんの好きな料理とか教えてくれたら私も助かるし、ぜひ。本当にいいの？申し訳なさとありがたさで顔を上げられない私に、二人が笑顔でうなずく。私はそうして新婚の弟夫婦の家にお世話になることが決まったのだった。司の家で過ごす私のもとに、司に連れられて一人の男性が訪れてきたのは、居候を始めて一週間も経たない頃だった。男性は私の勤めていた栗田屋の社長の息子、栗田健一さん。顔だけは知っていたが、栗田健一さんは栗田屋ではない別の会社に勤めているので、直接話したことはほとんどない。なんで司と一緒にいるの？といぶかしんだ私に、司は、実は大学時代の友人なんだ、と笑った。この度は長年栗田屋で働いてくれている柿原さんに対し、両親がひどいことをいたしまして、お詫びの申し上げようもございません。栗田健一さんが深々と私に頭を下げる。いえ、健一さんが謝られることでは。お顔を上げてください。いえ、私もそろそろ家業に戻ろうかと考えていたところでして、柿原さんの有給休暇分のお支払いが遅れていることも分かりまして、そちらは私が責任を持って今週中に入金させていただきます。またこの話はまだ内密なのですが。健一、その話は後で、姉さんにも内密。いたずらっぽく司が健一さんを止める。その後は二人に遮られてしまい、話の内容を知ることはできなかったが、雰囲気から悪いことは起こらないだろうと楽しみに待つことにした。数日後、栗田屋の株価が暴落していることをニュースで知って、私はあの二人が何かしたのかなと思った。そこへユキさんが笑顔で現れる。お姉さん、私実は栗田屋さんの栗羊羹が好きで、栗田屋さんの株式たくさん持ってたんです。でもお姉さんにそんなひどいことをするような会社ならって思って、司さんと相談して全部売っちゃいました。うちのお父さんも株式持ってたんですけど、お父さんも愛さんにそんな仕打ちをするなんてって怒っちゃって、みんな売っちゃったんです。それでこの暴落？投資の意味もあって結構持ってたんです、私。それを一気に売っちゃったから。でも私以外にも今栗田屋の株式売ってる人多いみたい。ほら。そう言ってタブレットの画面を私に見せてくれる。そこには栗田屋のスタッフが次々退職していることとともに、専務が従業員に嫌がらせをしている様子などが週刊誌のニュースとして出ていた。それでさ、突然司が現れる。この売られた株式、俺と健一でほとんど買ったんだ。そしたら経営に口出せるだろ。株式会社だから息子だからってだけでは、健一も栗田屋の社長にはなれなくってさ。今度の株式総会で社長と専務をクビにして、健一が社長につくようにするんだ。それで悪い噂もなくして、もう一度おいしい栗羊羹で勝負かけようと思ってて。健一は他の会社でちゃんと経営学んでるし、信用できる人物だからさ。この前健一さんと司が何かしようとしてるなってのは気づいたけど、そんなこと考えてるなんて思いもしなかった。だろ？で姉さん、
健一が社長になったらまた支えてやってくれないかな。これ健一からの手紙。司に渡された健一さんからの手紙には、改めてのお詫びとともに、もう二度と今の社長や専務を会社に関わらせないから、どうか戻ってきてくれないか、実際に栗田屋で実務をしたことがない自分にいろいろ教えて右腕になってはくれないだろうか、という内容が書かれていた。姉さんに無茶な仕事は絶対させるなって俺念をしておいたから、健一もさせないって言ってた。真面目に言う姿に少し笑ってしまう。一度は離れた栗田屋の仕事でも、やっぱり私は栗田屋の栗羊羹が好きだ。両親の愛した味を守りたい、そう思った私は静かにでも強くうなずくのだった。久しぶりに会社に戻ると、ほとんどのスタッフが辞めてしまっていた。仕入れ先との関係も悪くなってしまっているところがほとんど。これを立て直すのはなかなか厳しいと思ったけれど、逆に辞めないでいたスタッフは士気も高く、みんな栗田屋の味を守りたいという気持ちでいっぱいだったのだ。さらに先々代の社長の時からいる職人さんや古くからの取引先が健一さんに期待してくれていたのも味方して、立て直しには一筋の光明も見えた。しかし経営が良くなってきたところを狙って現れたのが元社長と元専務。あわよくば返り咲こうとしてきたらしいが、警備員が追い返そうとすると会社の備品を投げるなど始めたため、私が即通報。訴えてやる、こんなことして。専務は叫んでいたが、私は冷静に過去の帳簿を見せて、二人が業務上横領をしていたこと、それに辞めていった社員の証言音声で専務が女子社員に嫌がらせをしていた事実を突きつけた。そうすると今度は二人は息子である健一さんに助けを求めたが、健一さんは、柿原さんの言っていることが私含め会社の総意ですと言って譲らなかった。そうしてそのまま二人は警察へ。なんと業務上横領に脱税、公文書偽造などさまざまな罪状があった二人は、それからしばらく塀の中から出てこれなくなったのだった。それから一年ほどが経ったある日、栗田屋に大口の話が舞い込んだ。相手先は司の勤める九条グループ。九条グループが出資する新たな事業に栗田屋も出店しないかというお誘いだった。もちろん相談は社長室秘書である司から。健一さんもすぐに OK し、そこからは新規出店に向けて人員の採用やら計画の策定やらでてんてこまいの日々が始まった。忙しいけれど夢のある忙しさっていいな、そう思いながら、私も今日も新規出店先の視察のために電車に揺られている。一時は全て投げ出したくもなったけど、長い時間をかけてコツコツと働いてきたことで今の自分がある。地道に誠実にコツコツと積み上げるって大事なことだ。近頃の経営状況のグラフも見ながら改めてそう思うのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。